世界で一つあなただけのオーダーメイドのワインをお作りいたします。そういう小さいワイナリーを開業しました。イエスものづくり会社を起こす企業特集第1弾の今回は伊那市の伊那ワイン工房をご紹介します。県によりますと2014年に初めて県内での開業率が廃業率を上回りました。夫婦2人で経営する伊那ワイン工房も同じ年の秋に開業。少量生産でオーダーメイドのワインが特徴です。これはどんなワインで誰が飲むかなってことを考えてそれにピタッと当てはめていけるような作りをできるのはもう本当に小規模で、作り手が自分で作って会社経営してで販売もすると、そういうスタイルでないとちょっとできないのかなと。原料のブドウは農家からの持ち込み、たとえ少量でも素材を生かしたワインに仕立てるのがオーダーメイドの醍醐味です。どんな風にこのワインを使いたいのか、誰が飲んでいつ飲んで、まあ販売を希望するならそのちゃんと販売ができるかとか、この辺のところをしっかりと私とお話ができます。で話をした後、あその人が気に入ってくれるようなイメージのものをこう作っていくことができます。伊那谷でのワイン作りの可能性は、小さいロットで面白い場所がこれから出てくるかもしれません。あここでやったらこんなすごいものができちゃったみたいな、一畑一ロットみたいな形にしていくとひょっとするとすごく美味しいワインができる可能性は持っていると思います。世界でここにしかない、しかもちょっとしかないワインを伊那ワイン工房は作り続けます。イエス。